ございます、スーパーファミコンの音切り層ですね、ちょっとこれをねやってみたいと思うんですけども、これ言ったんはいいんですけど、私が実況に耐えるのかどうかがちょっと疑問視ですじゃあねやっていきましょうかね、早速ね。実はね一回やりました、やってですね、この49ページというのが出てるんですけども、途中で、パート1かな終わってパート2に入ってすぐねやっぱ固まっちゃったんですよね。で固まってやり直したんですけど、やり直したらダメでした。あ、ダメというかね、もう全然選択肢が変わっちゃってね、これはちょっとダメだというところがあったんで、もう一度一からねやっていきたいと思いますよ。でね、小さい絵がないのでアチエさんでいきます。でも予備はねアチエでいきたいと思いますね。はい、いきますよ。山道は細く曲がりくねっている。山陰に入ったせいか、妙に風景が、陰気になって気がする。あ、陰気になってきた感じがする。あ、もうこの辺から変わってる気がするな。気のせいかな。木立が死人の行列に見える。いやいや、最初の1回と全然違うね。あらまあ、岩石は妖怪のような形をしている。僕は嫌なことは考えないようにした。助手席では波がかすかな寝息を立てている。さっきまで起きていたのに川釣りの疲れが出たのだろうか。綺麗な寝顔だ。ハンドルを握りながらもつい見とれてしまった。あ、キャーアチェさん車と。波がいきなり声を上げた。思わずブレーキを踏みそうになった。だが対向車など来るはずもない。あ、波、あ、夢か。こら、僕は小づく真似をした。その時僕はそんな波を可愛いと思った。不吉な予感を覚えてゾッとした。ここは A にしときましょう。そんな波を可愛いと思った。あんな花もあるのに。あ、そうだ、この波さんがガールフレンドなんですね。景色を見て波が言った。道の左右に黄色い花が咲き並んでいる。あれか、音切り草って言うんだ。音切り草、弟を切る草って書くのさ。なんだか不気味な名前。ちょっとした伝説があるんだわ、聞きたいと。その時僕はちょっとだけ波を怖がらせてやろうと思った。せっかくだから話に尾ひれつけてじっくり聞かせてやることにした。ちょっとだけ波を怖がらせようってやろうと、A 選びましょう。ちょっとだけ波を怖がらせてやろうと思った。あの楕円形の歯を光に透かすと黒い点々がいくつも見える。それは弟の波の血なのさ。弟の血。平安の昔ある高城の兄弟がいた。その家には代々鷹の傷を治す秘薬が伝えられていたんだ。ところがその秘伝が世間に広まってしまった。弟が自分の恋人に教えたせいだ。怒り狂った兄は波が息を呑むのが分かった。刀で弟の首をバサ、波は小さく首をすくめたと。その血しぶきが歯にかかった。それからあの花は音切り草と呼ばれるようになった。そんなことが。降り出した雨を受けて辺りの音切り草が一斉にうなずいたように見えた。悲しい話ね、兄弟で殺し合うなんて。うっすらと涙まで浮かべている。一人っ子の波を感情的にさせてしまった。僕はちょっとやりすぎたかなと思った。 B ね、僕は話題を変えようとしていった。波お腹すいたなと。あ、 B だね。僕は話題を変えようとしていった。あ、波お腹すいたなと。ね、それより大丈夫？道これで合ってる？来た時と随分景色が違うみたいな気がするんだけど。そう言われるとそんな気もする。うん、これで合ってると思うんだけどな。いや、そう言われるとおかしいな、抜け道のはずなんだけどなと。どうしようかな。あ、これで合ってると思うんだけどな、にしましょう。うん、これで合ってると思うんだけどな。僕はワイパーのスイッチを入れた。外はもう相当暗くなってきている。細い道は明かりもなく、どういう風に曲がってるのかさえ分かりにくい。ヘッドライトをつけると遠くに標識が浮かび上がった。だがよく見えない。
僕は少しスピードを上げて近づいた。カーブあり、スピードを落とせ。標識にはそう書かれていた。前を見ると、坂を下ったところに右曲がりの急なカーブがあった。僕は軽くブレーキを踏んだ。しかし、足にいつもの抵抗は感じられず、ブレーキペダルは気が抜けるほど軽々とそこについてしまった。立て続けに2度3度踏んだが、スカスカとそこを叩くだけだ。車はどんどんスピードを上げながら坂を下っていく。ブレーキが効かない。フロントガラスに狂ったように雨が当たる。窓の横をすごい勢いで標識が後ろに飛び去っていった。前へ。波が指を突き立て、突き出し、叫び声を上げる。目の前のカーブがもうすぐそこまで来ていた。僕は急いでクラッチを切り、ギアを落とした。ミッションなんですよね。前のめりになった体にシートベルトが食い込む。顔を上げると、すぐ目の前に山の斜面が迫っている。僕は左手からレバーを離すと、大きくハンドルを右に切った。キャーッと、右に切るんですよね。運転手はね。波の黄色い声が耳をつんざく。なんとか正面衝突だけは免れた。しかし次の曲がり角から今度は対向車が飛び出してきた。ダメだ、このままではぶつかる。僕は A ハンドブレーキを引いた。 B 脇に生えてる木にぶつけて車を止めようとした。一か八かもう一度ブレーキを踏んでみた。 C にしましょう。死んでたまるか、叫びながらまたブレーキを踏む。ダメだ、あきゃー。波が顔を伏せた。僕も思わず目をつぶったが、夢中で何か叫び続けた。アーチさん、目を開けると車は止まっていた。波はうつむいて少し顔をあからめている。ギリギリのところで僕は何か恥ずかしいことでも叫んでしまったのだろうか。まさか愛してるとでも。照れ隠しに僕は言った。A、大丈夫か波。 B、これだから山道は怖い。A でしょうね。大丈夫か波。僕らは車から出た。草むらの向こうに小さな明かりが見えた。家かもしれない。あのところに。確かに方向としてはおかしい気もする。あの明かり動いたような気がする。よせよ、あれ窓だろ。だって今スーッと横へ。僕らは林の中を透かし見るようにした。ナミが耳を覆ってしゃがみ込んだ。僕は息を呑んで巨木の倒れる様を見つめた。杉の大木は真っ二つに裂け、焦げ目からブスブスと黒い煙を上げている。その下で僕らの車は無残に潰れていた。なんてこった、ぺちゃんこね。命は助かったんだ。だったらもう行きましょうよ。そんなところにいつまでも立ってないで。僕らは着替えのバッグと懐中電灯を取り、人家らしい明かりに向かって歩き始めた。もし家じゃなかったら。落雷のショックからか波はだいぶ怯えている。そこで、まず波を安静させたくて僕は波の手を取った。早く、B がね、早く明かりを確かめたくて急ぎ足になった。A でしょうね。まず波を安心させたくて僕は波の手を取った。まるで痴漢扱いだ。おい、波。ごめん。アチェさんの顔、干からびたミイラみたいに見えたの。ミイラ？波は僕にしがみついてきた。雨がひどくなる。急ごう。僕と波は同時に声を上げた。辺り一面に茂っていた草花はみんな音切りそうだったのだ。音切りそう。それは道しるべのように明るいの方へと連なっている。僕は言った。 A、 ナミとりあえず行ってみよう。 B、 行かない方がいいのかなと。行かない方がいいのかな。行かない方がいいのかな。でも他に当てもないし。僕と波は歩き始めた。僕らの行き手に古びた洋館が立ち上がった。すごい屋敷だな。なんだか霊が住んでるみたい。よせよ、なお、そうなんでもオカルト風に脚色するな。アチさん、本当に行くの？
A、おじけづいてはいけないと僕は恐怖を隠して胸を張った。 B、波に改めて問われると僕はひどく不安になってしまった。ここは B かな。波に改めて問われると僕はひどく不安になってしまった。引き返そう。波にそうつけて僕はギョッとなった。こっちへ来る？屋敷が少しずつ僕らへ迫ってくる。アジェさん、どこへ行くの？波の声が背中から聞こえた。え？足が何かに絡みつかれている。音切りそうだ。こんなことがあるのだろうか。鶴草でもない音切りその群れが僕の足に絡みついて僕の体を屋敷の方へと移動させていたのだ。これはどういうことだ。波には僕が自分で歩いていくように見えたらしい。それとも本当に僕は歩いていたのだろうか。自分では少しも意識することなしに。待ってよ、私も行くと。洋館の門はもう目の前にあった。波が追いつこうと走ってくる。どうする、アチェさん。ここまで来たんだ、入ろう。僕は怯えながらもきっぱり言った。どうしよう、波に決めてもらうことにした。いや、もう B だこれ。A もダメだもんね。 B で行きましょう。どうしよう、波に決めてもらうことにした。思い切って入りましょう。こういう時は女性の方が度胸いいですよね。よし。雨に濡れ黒光りする重そうな門扉は手で押すと抵抗もなく簡単に開いた。失礼します。二人で妖怪に礼儀正しく頭を下げてから門内へ一歩踏み入れた。広い庭には一面に黄色い花が咲き乱れている。全部音切りそう。その時何かがよぎった。あ、猫よ。なんだ、猫か。あ、びっくりした。黒猫だわ。黒猫はこちらを振り返った。全身がうねるように光って緑色になった。あ、違った。緑猫。緑色の猫は咲き乱れる音切り草の向こうへ素早く去った。あ、アチェさん。すかさず僕は言った。 A、 俺たちの目ちょっと疲れてる。 B、 きっと光の関係さ。あ、 B ね。きっと光の関係さ。その時今までになかった強い風が吹き、無数の黄色い花が波のようにざわめいた。波は門から屋敷の方へと移動して最後に屋敷そのものを震わすように動かしたかと思うと消えた。僕は何か不吉なものを見たかのように胸の中に黒いわだかまりを感じて雨の中に立ち尽くした。ねえ、波が耳に手を当てた。何か聞こえない？何かカサカサって。え？風で草が？違う、それとは別に。突然草むらからまだらの蛇が飛び出してきた。大きく開けた口には鋭い牙が光ってる。ほら、これこの音。何言ってんだよ、蛇だよ蛇。僕は波の手を取り慌てて屋敷の方に向かって走った。ねえ、今のガラガラ蛇じゃないの？どうしてあんなのがこんなとこにいるの？走りながら波が大声を上げる。そんなこと俺が知るもんか。蛇本人に聞けよ。猛毒よ、聞いてる間に噛まれるわよ。僕たちはわめき散らしながら全速力で逃げた。玄関の前にある石段を駆け上がり後を振り向くと蛇はレンガ道をスルスルとなお持ってくる。僕は扉の取っ手を掴んだが、かがゆかかかっていて押しても引いても開かない。すみません、開けてください。すみません。屋敷の中からは全く反応がない。アーチェさん、来てる。ねえ、こっち来てる。波が金切り声を上げる。僕は玄関の右側にある窓を壊そうと考えた。 B、 ドアに思い切り体当たりをした。うん、 A で行きましょう。僕は窓ガラスで思い切り拳を叩きつけた。さあ波も。僕は割れたガラス窓から中へ入ると波を引っ張り込んだ。ふう、一安心ね。あ、血が出てるじゃない。波は僕の手を掴んだ。左手の甲が切れ血が流れている。あ、大丈夫だよこれくらい。僕は傷口を舐めた。あ、ダメよ、ちゃんと手当てしなくちゃ。波はポケットからハンカチを出すと僕の手に巻きつけた。かすかにバラの香りがする。今はこれくらいしかできないけど後でちゃんとしてあげるから。あ、ありがとう。なんだか照れくさい。それより壊しちゃったね。家の人に見つかったら叱られるかしら。先に謝っとこう。僕は立ち上がり辺りを見回した。
広い玄関だと、いうところで、ちょっとこの辺でパート1終わっておきましょうかね。スーパーファミコンの音切りそうですね。パート1この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。